パトリシア・ダニエルズ・コーンベルは、検視官、ケース・カー・ペットをヒロインとするシリーズで、一躍有名になった米国女流推理作家。検視官は、アメリカ探偵作家クラブが授与する、エドガー賞諸女長編賞と、英国推理作家協会が授与するクア賞最優秀、諸女長編賞を受賞。その後同作は、シリーズ化、日本でも、大ベストセラーとなる。フロリダ州マイアミ生まれ。誕生名は、 パトリシア・キャロル・ダニエルズ。ハリエット・ビー・チャース島の子孫にあたる。テネシー州のキング・カレッジからノースカロライナ州のデイビッドソン・カレッジに移り、同大学で英文学を学び卒業する。卒業後にデイビッドソン・カレッジの教授、チャールズ・コーンウェルと結婚する。1989年に離婚した。1979年から、シャーロット・オブザーバーが未歴記者として働き始め、 その後警察担当になる。1984年からバージニア州のリッチモンドにある検視局に最初はテクニカルライターとしてその後はコンピューターナリストとして勤務する。同時期にボランティアとして警察でも働く。この時代に得た経験がその後の彼女の小説に大きく貢献する。1991から1992年まで FBI 捜査官のマーゴット・ベネットと親密な関係にあった。コーンウェルが作品執筆のために FBI アカデミーで取材している時に知り合ったことがきっかけだった。この時、マーゴットは夫と別居中だった。取材で知り合ったハーバードメディカルスクールの精神分析学助教授ステーシー・アングルーバーと2006年に再婚した。現在、 マサチューセッツ州コンコード在住である。検視官シリーズを通して切り裂き、ジャックに関心を抱き、莫大な死費を投じて、独自に取材。発表した、真相切り裂きジャックは、誰なのか。において犯人は、ウォルター・シッカートであるという説を提唱し、大きな反響を巻き起こした。検視官、ケース・カーペッタシリーズ捜査官、ガラーノシリーズの2作は2010年に、 テレビ映画化された。ありがとうございます。